皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。新日本プロレス真夏の祭典、G1 クライマックス、7日後楽園大会の B ブロック公式戦で、辻陽太、30、ラ・ネバー無差別級王者のヘナレ、32から4勝目を挙げた。驚異のタフネスを誇るネバー王者との公式戦は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いとなった。マーロークラッシュをかわされた辻はヘナレのラリアートを浴びると、 激しい打撃戦を展開張り手合戦からランページでマットに叩きつけられたそれでも辻はストリーツオブレージだけは阻止ヘッドバットの応酬からヘナレが狙ったラグビーボールキックを回避するとそのまま一気にジーンブラスターを炸裂させ3カウントを奪ってみせたこれで4勝3敗と白星を先行させた辻は次戦10日仙台で同期のライバル上村優也と激突する 大上村、ゲーブ、キッド、覚えているかお前ら。4年前の2020年、3人だけの G1 を。あそこから俺らは成長して、仙台で俺と上村、メインイベント任されるところまで来た。だがな、それだけじゃダメなんだよ。俺らはな、試合でも結果でも見せなきゃダメなんだと宣戦布告した。難敵 S キッド撃破で4強進出、本物のシンデレラになります。 女子プロレス、スターダム、春の祭典シンデレラトーナメントは17日の滋賀大会で準々決勝を4し。プロレス、さらに A ブロックのゲームに対しても悪いけど B ブロック勝ち上がるのはこの俺だ。おい、ゲーム、俺のことが気になると言ってたな。なめんじゃねえ、俺は B ブロック突破してやるから、お前も口だけじゃなく実力で A ブロック突破してみろ、と挑発。史上初の春夏連覇へ。 負けられない戦いが続くどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう